3、2、1、それ。はい。お、結構すごいっていう声が。いかがでしょうか。拍手が。今日来た甲斐がありましたか、皆さん。どうでしょう。すごい。勝手にね、拍手を切ることがなかなかないもんね。ありがとうございます。大体すごいですよ。これ会場の大体2割ぐらいの人が拍手してねえじゃねえか、じゃあ。わかりました。じゃあ会場の 10割のことが、10割の方が拍手をしてくださるように、僕の特技この段階では終わりません。なんとこのボールに乗った状態のままくるりと回ることができます。見事そちらができたら大きな拍手をいただければと思います。すごい、どういうの？いきます。3、2、1、それくるり、頑張れ。そういう回り方、そういう回り方、そういう回り方。なんか早くもなんか応援の手拍子が起こってますけど、頑張れ、早く回れと言わんばかりに。じゃあ頑張れ、はい頑張れ、はい頑張れ、頑張れ、はい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 頑張れ。はい、あまた、あ、なんとか、いかがでしょうか。全然くるりじゃないけどね。なんなの、くるりとか言わない方がいいよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、やから、やから。私事なんですけど、今日僕藤原湖マラソンって水上でマラソンの仕事ありまして、そこで15キロ走ってきてるところでございまして、なかなかちょっともう一回っていうのはあれなんですけど。やるのね、ええ、もう一回って言ってるのこの全体の4人ぐらいしかいないですけど4人のために回ってます。はい。だからすごいおじいちゃんみたいなんだよな。はい、気持ち悪いですね、だいぶ。はい、足プルプル言ってるけども、あ、ええ、すごいよ、すごい、はい。うるせえよ、うるせえよ。ちょっと、ちょっと待って、じゃあ最後に、最後に、実は僕この特技ここまでじゃあ、あんまりご満足いただけないんで、実は最後の最終奥義がございまして、なんと私このボールに乗った状態のまま縄跳びを跳ぶことができます。それを最後にやりますんで、そしたら勘弁いただけるとありがたいです。じゃあ縄跳びを取っていただけますでしょうか。すいません、川島さん。あ、僕です。そうそうでしょ。あ、そう。急にお客さんに頼みません。どこちょっと早くしてください。あー、やばい、釣りそうです。あー、マイクね。すごい、もうちょっと笑顔の方がいいんじゃない。わかんない。あ、すごい、ドラムロールが流れてますけど、まだ準備ができてないみたい。じゃあドラムロールで、あ、さっきの技を使って横向いて、じゃあドラムロールでいきます。ドラムロール、じゃあカウントダウンに合わせてドラムロールいけますかね。はい、じゃあ5秒前からじゃあカウントダウンいきましょうか。で、じゃあせーので、5、4、3でお願いします。じゃあいきます。はい、せーの、5、4、3、2、1、よいしょー。おー、すごいすごいすごい。おー、すごいわ。内股が痛いよな。今日ちょっと内股が痛いんだよな。ちょっともう限界みたいです。もう一回。いやいや、もう一回。いや、ちょっとよくない。同じことやるだけだよ。多分これ以上やると相方死んじゃうんで、本当に、ね、この後もあるからね。はい、赤木さん大丈夫ですかね。赤木さんは大丈夫。大丈夫じゃないんだ。赤木さん帰ったじゃないか。帰ったじゃないかな。本当にもう一回みたいな雰囲気なんか。ちょっと